念仏台は、鈴木木鈴木亜木天竺台下に属する魚類。日本など太平洋北西部を中心に分布する。中心の生息地は日本近海及び朝鮮半島西側沿岸であり、時折沖縄を越えて台湾や中国島南部で観察記録がある。日本国内では東北地方や北海道の太平洋側や日本海側の能登半島より北にはいない。 沿岸付近に群れており、大きな港や小さな漁港、岩場などに生息する。藻場など海藻が多く生えているところにも多くおり、繁殖期は隠れるところや縄張りを作りやすいため、藻場や岩場、漁港の消波ブロックなど障害物の周りに集まる。主に沿岸付近に生息するが、沿岸で見られるのは水温が高くなる5月から、まだ水温が、 比較的高い11月までで低くなる冬場は沖合の水深10メートル以上のところで群れて生活する。そのため冬場は漁港などで釣れたりすることは比較的ない。禁煙種の黒星石持ちと群れていることがある。最大全長12.0センチメートル。平均的な全長は8.0センチメートル。体色は綺麗なオレンジや黄色などである。夜行性である。本種も 校内保育いわゆるマウスブルーダーである。そのため、夏場繁殖期はペアで群れから外れ縄張りを作る。卵の保護は、基本的にオスが行う。繁殖後、メスは餌を捕食した後また別のオスとペアを、組み繁殖をする。卵は孵化まで1週間かかり、その間オスは何も口にしない。オスとメスの見分け方は、繁殖期は、メスは腹に卵があると丸い体型をしているが、 オスは、上唇の先に、突起のようなものが突き出ており、これで雌有の区別ができる。日本で、底引き網によって漁獲されるが、天竺大 A リニータスやマトイシモチコリノタスなど一部の種類を除き、食用として利用されることは少ない。昼間は、港など穏やかなところで群れながら漂っている。昼間はあまり釣れないが、夜は入れ食いになる場合があり。 すり場を移動しなければならない場合もある。繁殖行動は水がきれいであれば水中に潜らなくても校内でも観察できる。主に肉食であり、プランクトンや五海類などのイソメカ生物、小魚、小型甲殻類、オキアミなどのエビ類を捕食する。近い仲間で黒星イシモチ、大筋スジイシモチなどがおり、同じように沿岸付近に生息する。 釣りでは主に下道として捨てられており、港で弱った個体が浮かんでいるのが、しばしば確認できる。美しい体色からか、金魚とも呼ばれる。基本的に飼育用としても流通していないので釣りをしている時に出会う魚である。天竺大科で鑑賞用として有名なのは、万、ま、う石持ち金銭石持ち糸引き天竺大など一部である。本種を含め、この種は、 飼育可能である。しかし、知名度があまりにも低いため、詳しい飼育法がない。ここでは、念仏台及び同じ飼育法で飼育できる、黒星石持ちについて書くが、天軸大河全種に応用が効く。飼育する準備と基本的な知識、編集まず、前述のように念仏台と黒星石持ちと同じ方法で飼育できる。この2種は、 生態や性格が共通のため飼育法も同じである。しかし、黒星石持ちは若干南方系の魚なので、冬場には水温を最低でも22度以下にはしないこと。念仏台は基本的に近海魚なので、水温に敏感にならなくても良いが、18度を下回らない方が望ましい。本種はかなりデリケートなので、気が強い魚や噛みつく魚とは避けて飼育する。また、 花大類と同様に単独飼育よりは複数飼育が向いている。水槽のサイズは最低でも6 0トル水槽が望ましい。飼育する場合は開始予定日、または最終予定日よりも1週間前に水槽をセットする。ろ過装置、ヒーター、水槽用クーラー、殺菌灯などが必要だろう。水は海の生物なので人工海水または 天然海水を使う。水温計があると便利に安心して飼育ができる。魚の入手法、編集入手するには以下の2点が挙げられる。一つは鑑賞漁店で購入。もう一つは自分で釣ることである。鑑賞漁店で購入する。この方法が一番手間いらずで楽だが、本種を扱う店は大変少ない。しかし、 扱っていれば大変安心して購入できる。自分で選べるだけでなく、状態も確認できる。本種はすでに弱く、ちょっとした傷が命取りになりかねないのでその点は注意する。詳しくは、を参照してほしい。しかしながら、入荷数は少数であることが多い。購入する人が少ないため、入荷数は少数の割には比較的安価な方で、店によっては、 花大類より本種の方が安い場合もある。自分で釣りによる採集。この方法は手間かかるがかなりの数が釣れるので持ち帰る数を一匹ずつ選べられる利点がある。その反面、すでに弱いので取り込む場合は素手では決して触らない、落とさない、前に釣りによる外傷がないなどの点に注意する。このいずれかがある場合はリリースする。持ち帰る場合は 本種のみを入れる専用の容器があると便利。それ以外にもインターネットによる通販や前もって漁師に頼んでおく他の釣り人からもらうなどあるがあまり勧められない。なぜならその時の状態が今後の飼育を左右するのでできれば上の2項をおすすめとする。魚の導入、編集水槽に魚を入れる際は他の海水魚や熱帯魚と同様。 導入前に水温と水質調整を行うこと。これを怠ると水槽内でショックし、最悪の場合死に至る。デリケートな魚なので30分ほど長めに入れると良い。この作業ができたら早速水槽へとなるが、網で追い回したり、すくったりすると、すれの原因になる。必ず小型のプラケースで水ごとすくい少しずつ水を捨てる。そしてこのまま水槽へと移す。 若干元の海水が入るが魚がすれるよりは、マシなので入ってしまっても構わないが、薬が入っている場合は新鮮な水に魚を移してから、この作業をする。この場合は、網ですれないように注意して移動する。この作業は、水槽掃除の時の移動時も同じことである。日頃の管理、編集、特にまず、導入してからの一週間は注意する。なぜなら、 この間に傷などによる死亡するトラブルが多発するからである。餌は3日目ぐらいから食べるようになるので、乾燥餌の網エビ、雑食性の魚専用人工飼料を与える。与える量は数による。あとは病気が心配だが、主に掃除した時に砂底のまき散らしたゴミや水が濁った時、急激な水温変化による体調を崩すことなどが原因である。 特に季節の変わり目は水温を注意する。病気の種類は主に、白天病、トリコディナー病、オクサレ病、ウーディニウム病が挙げられる。病気になったら、干渉拠点で市販される。それでも、治らないまたは進行している場合はかわいそうだが、処分する。繁殖、編集水槽内での繁殖は可能である。なぜなら、万重石餅や、金銭石餅、糸引き天軸代、 ネオンテンジクダイなど、水槽飼育にポピュラーな種では、実際に繁殖が行われている。基本的に彼らは、マウスブリーダーのため水槽という環境に慣れ、環境と整えてあげれば成功する。もちろん、ペアが揃えばの話である。海水魚類の中では、比較的繁殖が容易な種だと思われる。しかし、繁殖に成功しても不可後の稚魚たちの餌が一番の、関門である。 この種は繁殖は容易でもその後の稚魚の飼育、管理が難しい。稚魚は小さく餌はそれに見合ったものでなくてはいけない。また、六花草に稚魚が吸い込まれることも多い。しかし、1センチメートルほどまで育った個体は、親と同じものを与えると良い。しかし、ここまで育てられるのはよほど、繁殖、稚魚飼育に適した環境が用意できたものでないと、難しいが、あえて、 マウスブリーダーの彼らの飼育と繁殖に挑戦するのも良いだろう。以上が飼育に関することである。念仏台には姿が似ている黒星石持ちがいる。しかし多くの人はこれらをすべて念仏台として区別することなく扱っている。見分け方として次の通りである。念仏台は生息地が広くよく、多種と混営している。目の上を通るラインが 背中まで伸びる。全体的に虹のようなカラフルな色合いに輝く。オスの個体には、上唇の先に突起が突き出ている。黒星石餅は、念仏台に比べ南方形の魚で、伊豆半島より、西南の太平洋で多く見られる。千葉県の房総半島では、念仏台が多く黒星石餅は大変、少数派である。目の上を通るラインが短く目の上で切れる。 しかし、このラインと直線上に、エラの上部に黒点がある。茶色、オレンジの単色。夜は金色に輝いて美しい。オスは、下顎の先が突き出る。この二種は似ているがよく観察すると違いがあり、すぐ溶かる。また、色合いも全く違い。釣りなどで個体を見ると念仏台の方がやはり虹のように様々な色が出ているので美しい。AB。 アポゴンセミリニアタスフィッシュブイス。2010年9月27日。ありがとうございます。